バイザスゲームボードのポケットモンスター赤パート10回目前回の続きからなんで、若干スイマが来とるんやけども、まあ、なんとかなるでしょう。装備とかアイテムを預けよう、余計なやつを預けよう、少しでもいらんな。技マシーンもいらんと思う。空を飛ぶだけ一応あの苦と関係ないか。秘密の鍵、ポケモンの振り、あ、道具いっぱい、マジか。そうか、出せ、PP だとか出そう。PP エイター系、PP 系があるはずない。ポイントアップしました。ゴール、ツイザー、PP エイター。ボックスが埋まるなんてことあるやない、ゲームボックス。普通に限界ないもんやと思う。でも限界があると、じゃあ限界がないと、むちゃくちゃ預けて、こう、容量っていうか、なんかおかしくなるのかな。パソコンじゃない、ゲームボーイの、その、ゲームのね。その可能性あるね。あと、傷薬出しようか。一応ね。でん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 。OK。これで、元気の塊も、いらんないけどね。で、一応、こう、なんやろ。お預けよう。もう、ポケモンリーグ、石油、ポケモンリーグにはね、ポケモンいらんのでなんか、とりあえずこれで、勇者パーティーができましたと。あ、これ、売っとくか、なんか、一応とか売っとくか。使わんやつ、ピー、いや、待って。エフェクトガード。傷薬はね、もしかしたら、この先はしてみると一人ずつ赤の、もしかしたらドアが開いて奥の部屋に進めるわ。奥の部屋に進めるわ。頑張ってね。よしよし。まずはカンナ、一戦目。氷ポケモン。凍らされたらやばいよな。なんでも直しを何個持ってたかな。ジュゴン、これはおさらいしてるから。ジュゴンは葉っぱカッターで落ちるのが分かってる。レベル54。よし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 。パルシェンも葉っぱバッターできるやろ。落ちるよね、ここら辺は。ヤドラン、水ノーマル。水があるからいける。よしよしよし。うん。あー、これ、地面入ってんのかな。でも地面入ってたら弱点か。水、氷、地面。うん。よしよしよし。はい、オッケー、お疲れ。マジとか、カンナは、葉っぱかったんで、いける、いけた。いいね。よしよしよし。次は、これも葉っぱかったらでいけるやろ。芝。あれ？これ BG 間違ってない。大丈夫かな？もう一つ先のゴースト、待てよ。ゴースト、葉っぱかった。足りるかな？足りる？足りるか？大丈夫か？葉っぱかった。ワンパンで倒していくと足りるんやけど、どうなんやろな。エビアラ、ここはのしかかりの方がいいのかな。あ、砂からんか。OK。ナイスでしょ。沢村。ただこれ急所入らんかったら残るもんね。敵の攻撃入る。あ、入らんか。大丈夫か。マジか。リワーク。ここからまたハッパガッターに戻して、ハッパガッターとメガドレーン。まあ、ゴーストソーラビーも当たるから、シャーいいのか。怪力。怪力。大丈夫かな。レベル58回避。大きなイスネスです。ワンパンワンパン。レベル79やからね。でんでれれんでれれんでれんでれれんでれ。負けちまったら俺の出番は行くと次に行ってくれ。PP も足りると。まあまあ、エイダーがある。あ、なんだよ、聞く声だっけ？ポケモン図鑑を作ってるじゃダメ戦う。いや、それあんたにも本当に戦ってるのを教えてやる。ここにある若は、ここまで挑戦して亡くなった人たちかな。プレイヤーキックしてもらう。ゲンガー、聞く子。あー、パカッターしかないもんな、これ。通る技がさ。あ、マジか。あー、いや、しょうがない。使うしかないもんね。あー、いやー、いい傷薬じゃ回復しきれんよ。ソーラービームかな。とりあえず、ゲンガー。あー、これは助かる。間挟んで。あー、いやー、のしかかり。まあ、耐えるよね。超音波混乱入るもんね。治らへんかな。早く直して、あ、間違えた。あー、あれ、リメイクいい、葉っぱかった。よし、ナイス、この解除。ナイトヘッド、待てよ。あ、結構入るな。メガドレーン水挟むか。ゴルバット、なもしかかりで行こう。あー、ボック。わからんな、ボック。はい、あー、ボック引っ込む。ゲーム、ナイトヘッド、催眠術、リメイクいい。あ、イマジ。いやー、きつい。時
ってくれ。よし、とかだから9章、9章入るんで、そこは。あ、でっかいかな。あ、でっかい。いや、待て。あんまり賢くなくてよかった。よし。ああ、僕、これよな。葉っぱバッター。葉っぱバッターしかないんかな、どうやら。OK。あんたの勝ちはジジイが目をつけるだけのことはある。もうこれ以上私が言うことはない。次に変進みだ。ここで、すごい傷薬。よし。ポケモン一匹で、ショップでアイテム買うのため、定番で、もう一アイテム使えると。次回やるときはね、ポケモン、回復アイテム自体をなしにするのもあるかもしれないね。そこが俺ちょっと甘かったかなっていうふうに思うんやけど、まあ、今回はそういう縛りでやってるんで、よし、このまま行こうか。うでん、ギャラドス、水、このファーストポケモンは、ポケモンファーストは、ファーストポケモンは、ドラゴン入ってんねん。やばいな。この感じ、この緊張感。白竜。バッターかな。水やろ、これ。違うんかな。飛行か。飛行ね。飛行やな。もしかしたら。よし。白竜。さあ、海竜破壊光線持ちがいたん、あれ？多分持ってたよね。素早さなぁ。レンタ上がってもやっぱり、不思議。まだには勝てへんと。飛行プテラ。あー、メガドレン一回発散。あんま入らなかったな。ポケポケ。死ぬ？マジか。メガドレンでいいやん。オーケー。海竜。いや。あ、マジか。これ良くないパターンかもしれない。破壊光線、やばい。麻痺。あるや。防御ロックアップは耐えるか。耐えた。よし、もらった。OK。でるドラゴン軍団が負けるなんて信じられない。これからは君がポケモンリーグチャンピオンだと言いたいところだが、実は君はもう一人戦わなくてはならない。そのトレーナーの名前は高橋。彼は君よりも早く声出して死ぬのに勝った。今や、彼こそポケモンリーグ真のチャンピオン。待てよ。PP MAX 使うか。PPA だ。え ?PPA だ。PP リファクション。よくわかんねえや。万全。どの技を回復する？え ?PPA だ。あ、じゃあ、多分全回復ね。ベストを尽くそう。よう、野生も来たが、母嬉しいぜ。ライバルの前が弱いと張り合いないからな。俺は図鑑を積みながら完璧なポケモンを探して、いろんなタイプのポケモンに勝ちまくるようなコンビネーションを探した。そして今、俺はポケモンリーグの頂点に、野生この意味をこれから分かって教えてやる。この俺様が世界一番強いってことなんだよと。でん衣装変わったな。しげるよ。たかしか。わー、ピジョットまた大きくなったなー。もしかかり葉っぱがあった。なんか、グラフィック。設定、戦闘オフにしてるのに、こう、表現オンになってる。マジか。あれ ?PPA だ。あれ、回復じゃないかな、PPA だって。葉っぱがあったの回数変わってなくね？まあ。あ、でも回復してんの。あ、全部10回復するとか、そんな感じかな。あー、マジか。最低光線。200ぐらいで耐えたらいいよね。ちょっと待ってよ。すごい傷薬。もう一回最低光線打ってくれやろ。あ、まずいな、これ。まずいぞ。最高検出。最高検出の抜群やろ、多分。あー、これはまずいな。耐えるもんね、とりあえず。やっぱかったよ。どんぐらい入るやろ。よし。最低光線。これ耐えるかな？耐えへんかったらきついよね。とりあえず、これ切り替えたい。風鈴落として早く。とりあえず風鈴落とサイドン。あ、お前、地割れか？ちょっと待ってよ。メガドレン。よし。とりあえず。マッシュ？麻痺いるのかな？あー、これもしかして大丈夫か。耐えるかな？見つけ？反動はないよね。玉投げ。見つけ。耐える。大技はなさそうやけどね。破壊光線かもしかして。マジか、大きいな、全然。見つけしかないんかな。あ！大丈夫か。そんな大技ではないもんね。玉投げ。6回ぐらい入んのかな。回復の薬かな。傷薬。
モニター、回復、回復の薬。あ、眠りの時、回復薬って状態異常回復するんだかな。あ、マジか、失敗した。これは先に落としててよかったな。お、マジか、優秀優秀。よし、わかり、食べ。よしよしよし、うん、はいはいはい、よしよしよし。ギャラドス、これはもらったな。あれ、さっきどこでギャラドス見たっけ。あれ、あー、どこやん、これ見たやん。ギャラドス、時のとこか。あれ、あー、しかも今一つ。あれ、そんなにやな。あー、リザードン来た。ここよ、ネガートリーに、のしかかり。あ、マジか。おお、よーしよしよし。バカな、本当に終わったのか。全力をかけたのに負けた。せっかく黒の2軍将軍に立ったのに、よう、モーレ様天下終わりか。そりゃないぜ。それは将軍として6135年間に行った。なぜなぜ負けてしまった。モーレの育てから間違ってなんかよかった。残念、しょうがないぜ。お前が僕の2軍神社に呼んだ。認めたくないけど。いいね、大きと、あ、違う、野菜。とうとう勝ったな、僕の2軍制覇。心からおめでとう。初めて不思議な何をもらって、僕の図鑑集めに出かけた頃と比べるとたくましくなったな。いやいや、それは大人になった。たかし、残念だ。お前が死ぬのに勝っただけでここに飛んできたのに、ポケモンリーグについてみたら。はは、高橋はなぜ負けたか分かるか。あ、お前はポケモンたちへの信頼と愛情を忘れておるからだ。それはどんなに頑張ってもトップには立てん。野菜、ポケモンリーグ制覇を、ポケモンリーグを制覇したのは一人の力でないことをお前分かっとるな。野菜とポケモンの絶妙なコンビネーション、見事だったぞ。それでは野菜、私についてきなさい。ちょっと横反対の方見てたね。シュンってした。おめでとう、野菜。ここは歴代のポケモンリーグトレーナーの下で活躍したポケモンたちを永遠に記録して叩いて振るわ。ポケモントレーナーはここに記録される喜びを伝道入りと呼んでいる。野菜、お前は激しい戦いの末リーグチャンピオンだった。ここに野菜の名前とポケモンたちを記録しよう。デデ草毒。これ11時間もやってないや。ポケモン図鑑寂しい。助手にフラッシュを持たせてもらってくれ。どういうこと？あ、そうか、ポケモン図鑑少なすぎてそのレベルってこと。全然フラッシュをもらってへんレベルだと思われたから、もしかしてそういうこと。あー、なるほどね。はいはいはい、いや、お疲れ様でした。11時間やってない俺ポケモン。マジか。11時間ね、長いな。なかなか頑張ったね。11時間。不思議かな、不思議場だなぁ。で、最初のポケモンで、全員紙とか言う、不思議だなって。まぁ、全員紙やと、どこで詰まったのか。まぁ、全員紙も割と順調に来れるのかな。人影なぁ。人影でも噛みつく空を飛ぶ。大文字、解放者とかいいのかな。まぁ、キリサカが噛みつくやったら、ひるんだりするし。まぁ、空を飛ぶは別にどっちでもいい。でも、空飛ぶ割と強いからね。案外します。まぁ、それか。解放者は、数が打てへんかったら、火の粉でもいいかもしれんね。全員ダメやと、カメックスになって、ハイドロポンプ、それも噛みつくか。で、波乗り優秀やからね。あとは、なんやろな、ハイドロポンプ、波乗り、噛みつく。滝登りないしな。秘伝技ばっか言ってるけど。波乗り、噛みつく、ハイドロポンプ。切り裂くとかにしてもいいかもしれんな。って考えると、どのポケモンでも割と、まあ、頑張れんのかな。こんな感じで、帰ってきた。ということで、じゃあ、ポケットモンスター赤版、ショックなしのポケモンは、戦闘においてはソロ。あと何だっけ、負けたら全滅だ、そうか。全滅したら、レーダーリセットと。そんぐらいか。そんな縛ってへんね、今思うと。まだまだこう厳しい条件できるかなっていうふうに思ったりもするんで、アイテム使用禁止とかもな、戦闘中回復アイテムありかもしれんね。ただ、レベルそこ、そうなると、そうか、メガドレインに変わるものが各ゼニガメとか人影であればいいけどね、なかったら本当にレベル上げて、なんかレベル上げすぎたらまた一方的に殴るだけなんで、そこはちょっと考えた方がいいよね。はい、じゃあありがとうございました。おやすみなさい。次は、この金銀やね。